チョコフレークとヨーグルトが入ってるんですけど、ヨーグルトはね、大体一緒やと思うんやけど、このフレークがね、いろんな種類あるの。ございます。じゃあちょっとテロップでもね書いたと思うんですけど、勉強方法をちょっと紹介したいなと思います。勉強方法もいろいろあると思うんですけど、勉強方法の中で使ってるアプリがあって、デュオリンゴっていう言語アプリなんですけど、これね私リアルにほんまに使ってて、でたまたまそんな時にこのデュオリンゴさんからお話をいただいてちょっと紹介させていただくんですけど、これほんまによくて、もしこれを見てくれてる方の中になんかちょっとでもまあ英語とか韓国語とかそういう言語を自分の好きな時間に空いてる時間に楽しく学びたいなみたいな方がいたら、もうめっちゃピッたりでおすすめなので、ちょっと紹介したいと思います。このアプリがねどんなアプリかって言ったら、ゲーム感覚で楽しく学べる言語アプリなんですけど、世界でね最もダウンロードされてるアプリみたいです。で言語なんですけど、英語とか中国語、韓国語とかフランス語とか42言語が中に入ってるから、まあ自分の好きな学びたい言語を選んだらOK です。でもちろん無料です。もうねこれの使い方はマスターしてるつもりなのでなのでちょっと使い方から紹介していきたいと思います。まずね、どの言語を学びたいって出てくるので、私は韓国語を選びます。自分の好きなのを選んでください。で何で知りましたかとかも選んで、でこの韓国語のレベルはどのぐらいですかって出てくるので、自分のレベル、でも私やったらもう単語フレーズをいくつか知ってるぐらいのレベルなので、単語とフレーズをいくつか知ってるを選びます。で韓国語を学ぶ理由はとかいろいろ出てくるので、自分の好きなのをどんどん選んでください。でこんな感じで自分に合うのをどんどん選んでいきます。じゃあ早速問題をやっていこうと思うんですけど、この青のマークあるじゃん、この青のマークがこうねアプリを使っていったらどんどん溜まるみたいなんですけど、やってるからさ溜まってんのこれじゃあちょっと問題を解いていきたいと思います。こんな感じでどんどん解いていきます。これもしもう一回聞きたかったら、このねマイクのボタンを押したらもう一回聞けます。でもしゆっくり聞きたい、もうちょっとね言葉をゆっくり聞きたいっていう時は、この亀のマークを押すとゆっくり聞けます。あ、ゆっくり聞けます。にゃこんな感じでどん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 やっていきます。最初はねめっちゃ簡単です。この文字の発音はどれですか？ハン。でこれどんどんやっていったら、こう例えばさ電車とかでこれをやっててイヤホンを持ってない時とかあるじゃん、その時に音を出せない時はこのリスニングをスキップとかをしたら音がオフになります。同じペアの意味をタップしてください。にゃあ、減った。間違えた、間違えたらハートが減ります。韓国語、韓国語っていうのは韓国語っていう意味です。だからこういうのもさ、分かってるのと分かってないのとじゃあ、あっち行った時にね会話をする場面になった時に全然違うんですよ。なんか韓国語ハルスイッソよとかよく韓国人の方聞いてくれるんですけど、韓国語できますかとか聞かれた時に、ハルスイッソよができますかって分かんなくても、韓国語って言ったら韓国語なんかって言ってるなみたいなぐらいは分かるじゃん。だから単語を覚えるのも大事だと思うんですけど、このね単語もこの中で覚えられます。韓国、こんな感じで私は有酸素運動をしながらジムで歩きながらやってたんですけど、もうそのぐらいゆるーくいつでも好きなタイミングでできます。だからまあ通学時間とかめっちゃおすすめです。5、発音難しいねな韓国語って。日本語にさない発音とかがさ韓国語あるからさ、そういうのをさ聞けるのがめっちゃよくて、私はアプリを使ってたというか今も使ってます。いや間違えた。いい焦ったら間違えます。小ヤギ。小ヤギ。猫。小ヤギ。
はい、まあこんな感じで今回ちょっとデュオリンゴさんのねアプリを紹介させてもらったんですけど、やっぱ何事も続けるにはモチベーションがいるじゃん。ダイエットでも勉強でも何でもそうやけど、まあ、これやったらなんか勉強嫌やなみたいな気持ちにならずにゲーム感覚で楽しくね言葉をね学べるから、気になった方はよかったら概要欄からチェックしてみてください。有料版もあって、有料版に入るとねハートの数無制限になったり広告がつかなかったりっていうところがあるんですけど、まあ無料版と有料版にアプリの中身自体の差はないので、私もね無料版でずっと使ってるんですけど、全然無料版でも問題なく使えます。でなんか大学の勉強とデュオリンゴを使った勉強とで半分の期間でね同じぐらいのテストの成績を取った人もおるらしくて、それだけちゃんと学べます。私はねこう YouTube やり始めてどんどん編集とかもめっちゃ慣れてきたんですけど、あの韓国旅行の Vlog とか見てもらったら分かるんですけど、韓国語でさテロップ入れたりしてるじゃんたまに。でそういうのもその言葉を理解してないと、まずそのテロップを入れることができないじゃんと思って、私はそういう編集とかもねちょっとみんなが喜んでもらえるように、なんやろちょっと言葉を理解したかったから勉強を始めたっていうのもあるんですけど、例えば海外旅行行くにしても全く言葉がね何もわからんっていうよりは、ちょっとでもね単語とか聞き取れた方がもう心のね安心感も全然違うし、なんやろなアプリやけどちゃんとほんまに学べるから、ちょっと言語の勉強したいなとかいう方にはとてもおすすめです。そんな感じです。それではお昼ご飯を食べたいと思います。세조이가사왔지내가어제무슨치킨을먹었나인사これは絶対温めた方が美味しい。なんやろ低糖質系の割には美味しいって感じかな。ロカボケ低糖質系のパンで、え、これめっちゃ普通のやつより美味しくないっていうぐらい美味しかったのはローソンのねアップルパイみたいなやつがあるんですけど、それがねめっちゃ美味しい。あんま売ってるとこ見たことないんだよなけど、てか花粉の薬飲んだめっちゃ眠いんですけど、やばい眠すぎる。なんでこんな眠い。のスーパーの買い物で何日持ちますかっていう質問がねなぜかめっちゃ来るんですけど、これはね 2,3 日ぐらいかな。野菜、水菜と、あっ、納豆缶忘れた。最悪。あ、納豆を買うのを忘れた。ちょっとこれは買っちゃった、天ぷら。あとは魚ね。ちゃんとした食事をということでいろいろちょっと買ってみました。なんやろガチで、あの夏とかほんまに体重落とそうみたいな時はささみとかしょっちゅう食べるようにしてるというか、ささみとかばっか食べてるんですけど、今はなんかそんなあのゆるーいという時期なので、こういうサーモンとか魚も普通に食べるし、お肉も普通に食べるし、うん、割とお菓子とかはねこう食べ過ぎた後はあんま食べないようにするかなっていうぐらい。
です。だから今日はお菓子を買っておりません。じゃん、完成です。じゃじゃん、サーモンいただきます。酢の物おいしい。韓国さ、ほんまに楽しかったんですけど、で編集してるんですけど、今もうすでにもう行きたいっていうあの街の雰囲気が大好きなんですよね。やっぱ海外旅行ってもう非日常じゃん、どこ行っても。だからめっちゃ楽しい。リゾート系もめっちゃ行きたいんですけど、やっぱ旅行は楽しいね。で、その楽しいのを思い出に残せることがめっちゃ嬉しいし、友達にも感謝って感じ。しかもなんか編集してて思うのは、なんかこうやってさ、まあ旅行を友達と行くじゃん。で、そういう楽しかったことってさ、まあ頭には残るけどさ、動画とかさ、写真を見返したらさ、この時になんかこうなって、あんなことあったなみたいなことをさ、めっちゃ鮮明に思い出すじゃん。だから私はなんか高校生ぐらいの時からかな、もう写真とか動画を撮るのが大好きなんですけど、インスタ映えとかそういうんじゃなくて、まあそれももちろん可愛いからね、撮りたくなるのもあるんですけど、それだけじゃなくて、なんやろ、思い出にさ、もうちゃんと残るじゃん。だからもう写真とかを撮るのが大好きなんですけど、それをね、こうやって残せてることが嬉しいなって思う。저희가오늘아까도착하자마자리허설하고있는데じゃん、ちょっと今日はこれにします。糖質ゼロ麺で、あとはエビ天手抜きです。중국중국じゃん。今日はちょっと友達がね、来るので鍋をするから、ちょっと材料を買ってきました。なのでちょっと準備していきます。いただきます。はい、これを取り出しです。めっちゃ美味しそうやん。うん、きのこステロンめっちゃ出た。でもやばいってさ、もういい匂いすぎるから。てかもうこれピンクじゃなくね。それはどういう効果？自律神経を整える。